つ上にお兄ちゃんがいて、お兄ちゃんが野球を始めたので自分もついていって野球を始めたっていう感じです。小学校1年生の頃にイナサファイターズという少年野球チームを始めました。浜名湖支部っていうところでオールスター選抜に選ばれて野球をしたっていうところです。イナサ南部中学校でやってました。浜松選抜に選ばれて、普段敵同士の相手が味方になって、でそのレベルの高い中で一緒に野球ができたんです。それもお兄ちゃんが高校で野球やっていて、その時の監督が自分にも声をかけてくださって、入学したっていう感じです。やっぱり中学野球とは全然違くて、練習自体の雰囲気とかもすっごく緊張感があって、打球であったり守備の動きであったりも中学野球とは全然違ったので、正直びっくりしたと思います。2年生の頃に夏の大会にレギュラーで出場させていただいています。やっぱり一人では野球はできないので、そのチーム全員で集団で戦っていくことが見つけました。一日でも長く一緒に野球をやりたいので、一戦一勝で頑張っていきたいと思います。プロ野球選手です。大好きです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。